やな。ありがとう。今日は優勝を決める大事な試合。フォワードとしてはもちろん自分でゴールを決めたいし、その意思を失ってはいない。けれど何よりも勝って優勝することが最優先。ならば自分のゴールにこだわらなくていい。ゴールを狙いつつ周囲の状況をよく見て、自分のシュートにゴールの確率が高い選手がいればその選手にボールを渡す。それが俺の新しいスタイル。そしてこの試合での役割だ。ソリマチ、いい顔つきをしているな。ああ、俺たちの教えたことがこの試合で生きるといいな。これで次々にかわしていく。ヒューガさん、このクロスは通るか。おら、このままにできるか。エフレーに飛びつく。先制、これはどうぬか。ここをすり抜けた。豪快のシュート。ケイジ、これを止めるのは厳しいか。よし、これを止めた。チャンスが決まった。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに行く。ボールと真っ向勝負。キーパーごと突き刺さった。よし、順調に得点を重ねる日本の中でも今日の反町くんは一味違います。いつものように点を狙ってゴールを上げるだけでなく、味方選手のゴールも積極的にアシスト。最前線で決定的チャンスを生み出し、この決勝戦での日本の攻撃を光らせています。反町は俺たちが教えた以上にうまくやってるな。ああ、だがあそこまでできるようになったのは彼のセンスと努力があってのことだ。反町、今日のお前はいつもと少し違うな。なんというか、覚悟と決意みたいなものを感じるぜ。はい、俺も代表のフォワードとして自分のスタイルを見つけたんです。積極的に前線に飛び出して味方の得点をアシストしながら自分でも得点を狙うか。はい、翼のようにゲームを組み立てるとまではいきませんけれど、俺が前線で効果的に動けば味方の得点チャンスを作り出せてチームの勝ちがより近づくと思ったんです。そして俺の決意と努力の正しさを得点という形でヒューガさんが証明してくれました。こいつ言ってくれるな。よし、反町、もう一本いいパスを頼むぞ。そして優勝するぞ。はい、頑張りましょう。なあ翼、今日つあん渡しません。勝負だ。一瞬にかけ最大限の全力全力のシートだ。これは反これで俺の武力の結晶ワイルドイーグルだ。ボールに力を込め荒橋が飛び立った。芸術的な。俺は諦めたりしないぞ。行くぞ翼。お前もあのキーパーから得点を奪うのは今の俺。おお、パス。おっと、攻守交代だ。一瞬激しいパス。翼くん、必殺のシュートでゴールを狙う。これは反応しているか。これがネットに突き刺さる。サッカーは俺の指だ。決めた。さすがは大舞台に強い男。そしてなんとそれをアシストしたのが小学生時代からの翼くんの盟友。ナイスアシスト、
やった試合前に。あ、翼ありがとうな。石崎君、翼も知ってるだろ、俺がどれだけサッカーが下手だったか。それがこの世界の舞台でもし出会えてなかったら俺は俺だロベ。どうした。いえ、ちょっとさ、翼、俺が知っている石崎はガッツこそあるが、そんな成長。コブラパッドを切り替えた。なんだと、荒わしのようなドリブル。いけ、ワイルドイーグルジャックだ。ボールに力を込め、荒わしが飛び立った。ロングシュートを決めてきた。いけ、そら、よし。決まった。シータックル。高杉君、ここは勝負を避けた。わかる。こぼれ球をキープ。それ。これはあまり。パスを打つ。ブラジルの要はやはりカルロス。そのために翼くん、美咲くん、カルロスと、うん、翼くん、カルロス。ここからカウンターを仕掛ける。ゆうまくん、ここは抜かせません。翼くん、ヒーターライブシュート。このボールに飛びつく。キーパー止められない。このゴールで勝ち越し。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。優勝を決める激闘の最終盤、やはりここで輝いたのは翼くんと美咲くんのゴールデンコンビ。2人のコンビネーションで貴重なゴールを挙げました。やったね翼くん、美咲くん。やっぱり俺たち2人のコンビは無敵さ。でもまだこれからだね。うん、この勢いで追いついて追い越してやろう。翼め、まだあがく気か。ならばもう一点取って。翼と美咲、俺もカル。ねえ、相手のライアンって僕や君と同い年なんだよね。同じ1年生でライアンはあんなにすごいプレイ。そうだね。いや、1年生2人で何の話だ。ええ、同い年の相手のライアンに負けずに。下級生だからって先輩に頼ってばかりはいら。へえ、そういうことか。だった。え、そうそう、俺と佐野だってこのチームじゃ下級。先輩たちにばっかりいいところを持ってかれたら。だい、2人より4人で頑張った方がいい結果が出るだろう。新田さん、佐野さん、そうですね、僕たち日本には俺たちもいるってアピールしてやろう。ああ、優勝は俺たち下級生の力で掴み取ろ。ああ、まったく、あの下手くそだった石崎と世界大会の決勝、しかも同じディフェンダーでスタメンになるとは。うるせえ、下手くそは余計だ。俺だって小学生からは結構。いや、どうだかな。よし、だったら浦部勝負。俺たちはディフェンダーだ。だったら相手を止めることに決まってるだろ。面白い。
じゃあどっちが守備で大きく貢献したか競争。あ、勝負だぜ。なんだろうな、お前と競争だって思った。へ、当然だろ。ああ、そうだな。翼とヒューガみたいに。そんな派手じゃなくても。俺たちだってライバルだもんな。よし、やってやる。あ、俺だって負けねえからな。後で吠え面かくなよ。このセンタリングを持たせてくるか。ゴール隅に突き刺さった。この試合、沢田くん、これは必殺のタイミングだ。燃えたハヤブサシュートだ。もう一つのハヤブサシュートだ。キーパー反応するも決まった。新田くん、貴重な勝ち越し点を挙げました。1点は非常に大きな意味を持ちます。チャンスが決まった。石崎くん、スライディングでカット。このタックルは不発に終わります。小崎くん、激しいタックル、スライディングで止めた。ラウール君、激しいタックル、体ごとぶつかっていった。ボールは友達渡しません。翼くん、あ、このシュート、ネオドライブシュートのネオタイムシュート、これが精の力だ。このシュート、アズワン君がキャッチしている。なんだ、こんなシュートがお前たちの秘密兵器か。何でも揺らせばいいってもんじゃないぜ。よし、よくやったぜアズワン。ナイスキャッチだアズワン。けど彼らはやっぱり計り知れないね。この場であの連携なんて。俺たちのツインシュートまで止められるなんて。けどまだ試合は終わっていない。俺たちに諦めの文字はないんだ。いや、今日は僕たち活躍しましたよね。本当本当、こんなに楽しかった試合は初めてだ。けどさ、こんなに疲れた試合も初めてだったぜ。うちにはオートモカルテットってあるけど、俺たちは下級生カルテットってとこだな。君たちの活躍は本当にすごかったよ。おめでとう。ライアン、確か沢田は僕や彼と同い年だったね。そして新田と佐野は一つ上だったか。よく覚えてるな。もちろんさ、僕は大会に出ている全選手のデータを記憶している。その記憶力が俺にもあったらな、勉強がもっと楽になるのにな。年が近い選手の活躍は刺激になるね。君たちとはまた戦いたいよ。僕たちも望むところさ。また次の大会で会おうぜ。次も俺たちが勝つからな。今度は返り討ちにしてあげるよ。ま、楽しみにしているんだね。それじゃあまたね。やったな浦部、俺たちが世界一だぜ。あ、すげえぜ、こんな試合に出られたなんて最高だな。けどよ、俺たちの勝負、試合の途中でよく分かんなくなっちまったな。ああ、試合に集中してそれどころじゃなかったからな。ま、優勝したんだからいいか。細かいことは気にするな、だな。
俺たちの優勝だもんな。なあ、ありがとう。ほう、お、お、お、よし。ああ、ありがとう。ありがとう。これをトラップ。それ、ああ、ブレイク、お前は俺が止める。お前なんぞ吹っ飛ばしてやる。俺はパワーが特徴のディフェンダーだが、体の大きさでもパワーでも自頭に負けている。だからこれから先も代表に選ばれていくために、俺は俺なりの武器を身につけるって決めたんだ。
パワーにテクニックを噛み合わせた俺のディフェンスをブレイク。プレマッチでは自投すら蹴散らされた相手、以前の俺じゃひとたまりもなかったろうけど、今の俺ならきっと。ブレイクを正面から、この短期間でよくぞここまで。次にお前と戦うのが楽しみだぞ、高杉。やったナイスだ高杉。さあ攻撃は頼むぞ翼。いいかい？ありがとう。こう？うん。ありがとう。その通りだ。すまん。ああ。ありがとう。プレマッチで受けたお前のシュートの重さ、今でもはっきり覚えている。あの重さに耐えられなければ、この前のブラジルのようにこぼれ球を狙われる。苦戦が予想されるこの試合、失点するわけには絶対にいかないんだ。若島さん、この声はケイジーニョ。若島さん、この前の特訓を忘れないで。君ならきっとできる。大丈夫だ、安心してくれケジーニョ。お前との特訓絶対に無駄にはしない。試合開始です。いけ日向君、ここは勝負を避けた。ブレイク君、ボールを
お前なんぞ、またこれで吹っ飛ばしてやるぜ。あの様子、あのシュートが来る。忘れもしない、あのプレマチ。俺のセービングはあいつの重いシュートに負け、ゴールを許してしまった。だが今の俺は、あの時の俺とは違う。日々の練習、そしてケイジーニョとの特訓で体を鍛え上げ、力と技を磨いてきた。そしてもう一つ、ケイジーニョとの特訓の中で大事なことを学んだ。相手の強い意志や覚悟の乗った強力なシュートを防ぐには、受けに回ってはダメだ。相手の思いを上回る強力な意志や覚悟、こっちから攻める気持ち、そんな強力な意志がゴールキーパーには必要なんだってことを。今の俺は日本の最後の砦、試合の命運を握るゴールキーパー。その覚悟、とくと見せてやる。ぶっ壊れちまいな。出た、ブレイク君のブレイクシュートだ。若道流聖剣好き、お前のシュートを砕く。何？おっ、あっと、止めた。なんと若島津君、強烈なブレイクシュートを真っ向から拳で止めた。すごいよ若島津、なんて力強い聖剣好きだ。やっぱり君は素晴らしい武道家だよ。すごい、あんなシュートに正面切って勝負するなんて。いいぞ若島津、それでこそ空手キーパーだ。やったぜ若島津、それでこそ日本の守護神だ。はい、これで奴にリベンジできました。あとはヒューガさん、勝利へのゴール頼みましたよ。おう、任せろ。お前を世界一のゴールキーパーにしてやるぜ。